は地位をもって孫権軍を撃破した。息子の覚悟を見た孫権は仲間になることを快諾。反乱軍の陣容はさらに厚みを増す。ここに至り危機感を募らせた織田軍はついに本隊を動かす。大将は信長の側近明智光秀である。織田軍は反乱軍の主力が集まる地へ殺到した。彼らの目的はただ一つ、神秘の腕輪。異界の激戦は佳境を迎えつつあった。敵には芝士殿、芝将殿がいるとか。あれ、もしかして親子で戦うんですか。ほう、面白い。奴らもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか私が確かめてやろう。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるかとても楽しみだわ。わらわもまた父上と戦うことになるのかの。じゃが引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか。父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのかな。ペルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。なんとしても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。我が知略試させてもらおうか。渡すわけにはいかぬ。そうか、ならば翔、元気、腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺はアニーレのコスを使うだろう。師匠殿、言葉を慎んで。こんな状況でも相変わらずね。翔、この異界でも相変わらずのようだね。少年を叩き直してやろう。父
上。元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと四条殿、逃げ足の速い。敵も意外とやるな。一度引き、万全の状態に戻すとしよう。腕輪を素直に渡してくれるか。手荒なことはしたくない。すみません、嫌です。皆さんのためにも渡すことはできません。一番ナオトラ殿の近くに急いで守らないと。相手も兄弟のようだ。気が抜けるな。兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私にはわからないが、兄弟とはそういうものか。私も父上みたいに強くなれば、今日からさらなる筋力強化に努めます。戻るのも良さそう。ここに腕輪を持つ人がいるんだよね。僕も戦ってみたいな。さあ、早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。俺は誰だ。あまりにも強すぎる。私のせいで味方がひどい目に。怖いですけど、腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。ここを通るつもりはさせぬ。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑むか。ただの本能か、それとも。やるの、褒めて取らすのじゃ。すまない、とって君。はい、私がお相手します。だから他の人に手を出さないでください。もういいよ。僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。ナオトラ殿、承
りに全力で応えましょう。俺の負けだ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。トッケイ、俺が狩る相手じゃねえか。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。あら、懲りない子たち。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。はい、よろしい。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。どういう意味ですか？シゲン、お前の底力、この私に見せてみろ。いいでしょう、父上。あなたに挑める機会などめったにない。元気だね。バカ息子がまた迷惑をかけているようね。不満があるなら、私にぶつけていいのよ。やるの。褒めて取らすのじゃ。師匠、相変わらず締まりのない顔ね。やればできるところを見せなさい。母上、めんどくさいことになったね。残念だけど、ここまでね。このわかりのいい子が好きに、思い通りにやってくれて嬉しいな。ラン、遠兵として参上いたしました。まだ父上に挑みたい。なんとしても真意を聞かせてもらうのじゃ。ダメです。あなたは下がっていなさい。ああ、もう降参降参。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。さあ、本気できなさい。シュゲン、私を失望させないことね。母上、刃を向けること、今はお許しください。この辺りが潮時か。降伏すると潮。なんだな。皆降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありません。これまで聞かせていただきます。よくやった、褒めてやろう。ここが地獄よ。どこだったんですか。父上、ようやく会えたのじゃ。わらわの成長お見せいたします。あなたという人はですが、この状況ではやむを得ませんね。あなたとの死闘、よかった。戦なき地平を見るため、あなたを斬る。敵をぶっ飛ばそうぜ。はい、よいだろう。申し訳ありません。織田軍は何とか撃退できました。ですが、直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに、
もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い、強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するが、これは皆の勝利だよ。